結果的に言うと、まあ、5対3で負けたんですけども、今日の青柳のピッチングを話すると、まあ、問題ないっていう感じで見てしまった。まあ、コントロールの悪さ、その辺がはっきり出てしまった。今年に関して言うと、何試合か前も言ったけど、まあ、投げてみないとわからない状態であるっていうのが今の今年の青柳であるのかな。それが今日は出たような気がします。フォアボール6つ、ヒット1本、フォアボール5つ、まあ、4回で100球という、球数の多さが今日のゲームに現れたというふうに見えます。ストライク取ることはできたんだけど、いつもまあ3ボールまで行くけどもフォアボールを出さないで粘ってピッチングできたんですけど、今日はそれがうまく投げきれなかったというのが今日の青柳かなと。4回にはそれが連打につながって、フォアボールで連打につながって3点取られたっていう、まあ、本当に不甲斐ない投球になってしまったかなと。あんまりこう話をするような内容でもないので、そんな感じです。まあ、横浜の方も石田もストライク先行で良かったんですけども、あまりにも反対に今度ストライクを投げすぎてちょっと失敗してたかなと。打たれたボールが甘かった。それ以外はストライク追い込みて良かったんだけども、まあ粘りきれないで5回で変えられたっていう。その後のまあ宮城が出てきて、左が出てきて、そこのノーアウト満塁を抑えた横浜が粘り勝ちみたいな感じで勝ったっていう。いや、まあ横浜の場合はもう、これを勝つと3位決定、3位以内が決定なので、まあ一生懸命やるのは当然なんですけども、そこの粘り切った中継ぎのピッチング、これがもう今日の勝因じゃないかなと思います。打つ方は今日は近本スタメンで3本打てたし、まあそれなりに中野も1本打ったし、大山ホームラン、佐藤2本。阪神のまあ軸になるバッターが今日はこう、まあヒットが昨日、1打席、2打席目はスライダーをフライアウトでどうなのかなと思ったけども、その3打席目からはちょっとチェンジアップまくったりできてるので、まあ近本は問題ないかな。でもまあ打線の方は4回まではヒット出てたんですけども、その5回以降、まあ6回以降、全然そういうチャンスを作れなかったとか、横浜の中でもね、エスコバーも久しぶりにこう2イニング投げてよかったのかなというふうな感じで、この辺の中継ぎがまた自信つけると怖いのかなというように感じたし、最後もまあ阪神の反対にこの1点も大きかったんだけどね、その辺がちょっとこう打つバッターと打たないバッターがちょっとはっきりしてるか、木浪も坂本も義比の時にすごいいいバッティングしてる、ただヒットが出てないっていうのがちょっと気になるところで、やっぱりこれからもその前もノーアウト満塁で点数と入ってないし、今日も入ってないし、その辺でこう一本出れば畳みかけられるような点数に反対になってたと思うんだけども、やっぱり三振三振じゃちょっと厳しく言うと、ちょっとそれも3番4番5番なんで残念だったかな。ちょっとどこじゃないね。だいぶ残念だったかな。そんなゲームになりました。まあ阪神の方はまあいつも言うように優勝が決まってるので、ただ一番言えるのはやっぱりこう、青柳がどうのこうじゃなくて、これから横浜と戦うときに、チームにすごい影響が、まあ、及ぶってことだよね。まあ、こう負けちゃうと。青柳が勝っても負けてもいいんですけど、チームが横浜に相性悪いなって思うのが、一番のこれからの CS 出てきたときに、首脳陣が困るところで、やっぱりここで叩いておいたら反対に、ああ、やっぱり阪神強いなって思わせておいて、た方が良かったんだけども、まあ大山のホームランでそれが行くかなと思ったけども、すぐに逆転されてしまった。この辺がだからチームに影響が大きいんじゃないかなと。ここに来て青柳のピッチングがいいとか悪いじゃなくて、チームにする影響がすごい大きいってことになる。まあこれは絶対的に広島とやって勝つのかどっちが来るか分かんないけども、横浜来た時にそのチームがこういうふうに負けてる影響が大きいんじゃないかなと。そういうふうに感じたゲームでした。もう岡田もいいボール投げるけどね、まあ、テストみたいな感じ、中継ぎ。こんなんで言ったら、まあ、青柳なんかローテーションに入れなくなっちゃうなっていう、思われてもしょうがないかなっていうピッチングで、あとはしばらく投げてないピッチャーを使った梶谷とかも、しばらく投げてないんで、その辺をこう使ってみたっていう感じなのかなと思う。だから今は中継ぎはまあ順番にゲームで投げさせておいて、岩崎のセーブのとこだけはきっちりこう点数で投げさすような雰囲気に出てるかな。あとは順番に1イニングずつ試して、あと3試合しかないんで、そういう準備をする。宮崎のもね、今日の新聞出てもう行くって、まあ安藤が帯同してピッチャー投げさすって言ってるんで、その辺の先発は問題なくゲームで投げてこれるんで、
問題ない。まあ、やっぱりまあ毎回言うけど、打つ方が何人行くのか、そのピッチャーのボールをどれだけ打ってるのかっていうのがちょっと心配なところになってくるよね。その間を空きすぎて、練習試合やるのかどうかっていうのもあるけども、まあそれはできないと思うけど、そのボールの速さ、ピッチャーのその、もともとの速さにバッター目が慣れてないっていう、まあゲームが長く開くんで、その辺だけですね、心配するのは。いや、これは疲れはないわ。3試合しかないから。それは勢いの方が強いと思うよ。阪神の方は7試合やんないといけないけど、3試合だけだから、2つ勝った方が終わりだから、その疲れとかはなくて勢いで来れるっていうのが怖いよ。いつも前も言ったけど。ただこれまあ、広島が2位だと、まあ、広島行ってやらないといけないので、その辺がどうかなっていう。だから、広島に行っちゃうと、その、横浜も結構広島行ったら勝ってないんじゃないかなという記憶は結構あるんだけど、その辺の有利っていうのもあるし、その辺がまあ、広島は結果的に阪神に結構相性が悪いようなイメージで戦ってるっていうのもこうあるんで、だから広島の方が阪神的にはやりやすいのかなっていう。もうここ来て甲子園でも負け。だから甲子園で横浜の今日もアナウンサー言ってたけど、勝率がいいんだってね、甲子園の方が。ホームよりも。今年に限って言うと。だからそういうのもあるので、今だったら、まあ広島が来てくれた方がいいのかなと。ただまあこの間も言ったけど、若干今の広島の方がピッチャーがちょっとこう疲れてきてるのかなっていう。栗林にしてもあの辺が、森下とかあの辺でも結構打たれてるんで、その辺がちょっとこれから終わってから調整をどうするかって、まあどこのチームもそうなんですけど、あとまあみんな3試合くらいで終わるんで、そこの調整をどうするかっていう。今のこの後半見る限りは、広島のピッチャーがちょっと若干前半のような勢いないかなと思って見てるんだけど。勝ってる試合もあるけど、まあ結果的に負けてる方が多いっていうことになってくると、いいじゃ済まなくなってくるかなっていうのも若干あるけど。そうやな、広島で俺の期待の一人、北海道の後輩でもあるっていうことと、まあキャンプで見たボール、高校生では素晴らしい、高校から来たピッチャーにしては素晴らしいなと思って見てた。まあこの間の中継ぎの広島戦はちょっとコントロール悪く、ちょっと変化球が多かったかなっていうのが気になったところなんだけど、カーブもいいカーブなら、それがボールになるとやっぱりまっすぐ狙われて打たれたってところもあるので、その辺を反省して投げ切れれば、ファームでは投げるたんびにこう成績が良くなってきてるので、その辺を楽しみにしたいな。まあ、変化球もストライクを取れるピッチャーであるので、で右バッターにまあしっかりインサイドを投げれるピッチャーでもあるので、その辺を期待したいと思ってます。